スコットランドヤード、スコットランドヤードの本部を指す勧誘、メトニムである。公式には、ニュースコットランドヤードという。この名称は、ロンドン警視庁本部の初代庁舎が、ホワイトホールプレイス4番地に所在していた頃、その裏口が、グレート、スコットランドヤードという通りに面していたことに、由来する。この裏口は、ロンドン警察への一般入り口になり、時を経て、 この通りの名は、ロンドン警視庁と同義となった。ニューヨークタイムズ紙は1964年に、ちょうどウォール街の名が、ニューヨークの金融を表すようになったように、スコットランドヤードの名は、ロンドンの警察活動を指すようになった、と記している。また、経緯は異なるが、日本の警視庁を、桜田門と呼ぶのに似ている。ロンドン警視庁は1890年に、 グレート・スコットランドヤードから通りに面する場所に新たに竣工した二代目庁舎に引っ越し、新庁舎に対してはニュースコットランドヤードの名称が採用れた。1906年に隣に二つ目の建物が竣工し、さらに1940年に三つ目の建物が増築された。1967年にロンドン警視庁は、 それまでの三棟からなる庁舎から、脳に面して新たに建てられた三代目庁舎に本部を移転した。2013年夏、ロンドン警視庁は、1890年から1967年まで使用された、先代のニュースコットランドヤードの三つ目の建物が、所在した地に移転を予定していること、及び本部が、スコットランドヤードに解消されることを発表した。二千十六年十一月、 ロンドン警視庁は4代目となる新しい本部庁舎に移転し、引き続き、ニュースコットランドヤードの名を背負うことになった。現在のスコットランドヤードが入る建物は、インド人のオークマン長者での社長であるが所有している。ロンドン警視庁は、グレーターロンドン域内の方執行、警察を担っている。ただし、中心部のシティオブロンドンについては、全く別の組織である。 ロンドン市警察が管轄している。加えて、ロンドン地下鉄とナショナルレールの鉄道網は、イギリス鉄道警察が担っている。ロンドン警視庁は、1829年に議会で制定されたに基づき、時の内務大臣、ロバート・ピールにより創設された。ピールは、フランスワビドックの助けを借りて、ホワイトホールプレイスをこの新しい警察の最初の根拠地に選定した。 初代警視総監となったとの両名は、多くの警察官や警察職員と共にその建物を利用した。それ以前は、民家が建っていたホワイトホールプレイス四番地の裏は、グレート・スコットランドヤードと呼ばれる通りに面していた。八百八十七年までに、ロンドン警視庁の本部は、ホワイトホールプレイス四番地から、隣り合う住所のホワイトホールプレイス三五二十一 二十二番地及びグレート、スコットランドヤード八、九番地まで拡張し、いくつかの馬小屋を抱えるまでになっていた。その後も、組織の規模は拡大していき、ついには、最初の根拠地に収まりきらなくなり、テムズカ藩のビクトリアエンバクメンク面に面する、新本部庁舎、二代目が、現在の国防省本部庁舎所在地の南側に、建てられた。そして、年に、 ロンドン警視庁本部は新庁舎に移転し、ニュースコットランドヤードと名付けられた。この庁舎は1887年から建設を始めたもので、建築家のリチャード・ノーマンショーの設計による、クイーンアン様式の赤レンガの建物である。この時までに、ロンドン警視庁の警察官の人員規模は、創設当時の1000人から約1万3000人にまで増加しており、管理職員のさらなる増員とより、 大きな本部庁舎が必要とされた。そのため、新しい建物が増築されて1906年と1940年に、竣工し、ニュースコットランドヤードは三棟からなる本部、となった。現在、そのうち最初の二棟は、第一級指定建築物に登録されており、ノーマンショービルと呼ばれ、議員館舎として使用されている。ちなみに、この二代目庁舎は、シャーロック・ホームズや、 エルキュール・ポアロを含む数々の探偵小説などにも登場するおなじみの建物であるホームズ第一作ヒーローの研究は1881年の事件切り裂きジャック事件は1888年でこれらは移転前の時期にあたる現在もなおホワイトホールプレイス4番地の初代庁舎は裏口がグレートスコットランドヤードに面しているまた いくつかののための馬小屋は今も通りを挟んで初代庁舎と反対側のグレートスコットランドヤード7番地に所在している。1960年代になると犯罪捜査に近代的な技術が要求されるようになりまた組織の人員規模も拡大したためにビクトリアエンバンクメントにある3棟の庁舎では手狭になってきていた。そこで1967年に ニュースコットランドヤードはに面して新たに建てられた高層オフィスビルに長期リースで取得した場所に本部を一転した。1967年から2016年まで最初にニュースコットランドヤードと呼ばれた2代目庁舎の3つ目の建物、後にはカーティスグリーンビルの名で知られるは部分的にロンドン警視庁の機動隊の拠点として使用された。ロンドン警視庁を監督する。 上級管理職チームはセントジェームズパーク駅もよりのブロードウェイ10番地のニュースコットランドヤードを拠点としている。また犯罪捜査用データベースも拠点を同じくしており、イギリスの全国の警察が主要な犯罪捜査情報を紹介できるように開発されたホームオフィスラージメジャーインクワイリーシステムと呼ばれるコンピュータシステムを利用している。このシステムは 架空の名探偵シャーロックホームズにちなんだ、そのワクロニムからホームズにちなんで、初歩的なを意味するエレメンタリーと呼ばれる。管理機能はスコットランドヤードではなくを拠点としている。2000年代には自動車爆撃への対抗策として、地下の窓の正面にコンクリート製の柵を設置したり、建物への出入り口周辺や通りから入り口までの屋根付き通路を コンクリート製の壁で囲ったりするな、ニュースコットランドヤード本部庁舎の外装に数々の警備対策が施された。外交員警護課の武装した警官が警備員と共に本部の周囲を巡回している。2008年、首都警察管理委員会は庁舎の1.2億ポンドで購入した。2013年5月、ロンドン警視庁はそれまでのブロードウェイの3代目。 本部ビルを売却し、ビクトリアエンバンクメント通り沿いにあるカーティスグリーンビルに移転することを発表した。2015年に本部を移転するのに先立ってビルを再設計する建築家を募集し、コンペティションを実施することを発表した。このビルは元祖、ニュー、スコットランドヤードである2代目庁舎、マンションビル北棟の隣にあり、同ビルには地域 K ラブの本部が入居した。 2014年12月には、ブロードウェイ10番地の3代目庁舎ビルを23.7億ポンドで売却した。2015年12月に、カーティスグリーンビルの外装部にかかる建設作業が完了した。2016年10月31日に、ビルの所有権がアブダビフィナンシャルグループに移されるとともに、ロンドン警視庁の職員は、ニュースコットランドヤードを離れ、新庁舎へ移動した。 新しいニュースコットランドヤードの庁舎は2017年3月23日に女王エリザベス2世により正式に開庁するとになっていたが前日に発生したウェストミンスターでのテロ事件の影響で当日になって開庁式の延期が発表された。1874年に設立されたロンドン警視庁の旧称、俗称、黒博物館では ニュースコットランドヤードに保管されている犯罪にゆかりのある品々ナナの収集を見物することができる。スコットランドヤードは多くの推理小説作品に登場する探偵や刑事、警察のシンボルとして国際的に有名な存在となっている。アーサー・コナンドイルの有名な推理小説、シャーロック・ホームズシリーズに登場するシャーロック・ホームズとよく共同したり、しばしば敵対したりする。 例、レストレード警部。また、ジュール・ベルヌの80日間世界一周でも触れられている。他にも多くの小説家が物語のヒーローやヒロインとして、架空のスコットランドヤードの刑事を登場させている。ジョン・クリーシーによる初期の警察小説作品に登場するジョージ・ギデオンイ事、P.D. ジェームズ作品のアダム・ダルブリッシュ警部。 マーサ・グライムズ作品のリチャード・ジュリー・ケイシなどは近年の著名な例である。さらに、やや実在しそうにない例としては、バロネス・オルツ作品に登場するスコットランド・ヤードのレディエ・モーリーとして知られる女性探偵モーリー・ロバート・ソン・カークが挙げられる。アガサ・クリスティの多くの推理小説中にも見られ、特に有名なのがエルキュール・ポアロシリーズである。1930年代にスコットランド・ヤード、 スコットランドヤード探偵物語、スコットランドヤード国際探偵等、様々な名で呼ばれたパルプ雑誌上では、そのタイトルにもかかわらず、ロンドン警視庁との関わりよりも米国内で起きる、凶悪犯罪を中心に描かれた。デスリー・チャータリスは、小説、聖者サイモン・テンプラーシリーズの中で、スコットランドヤードのクロード・ユスタス・ティール警部補、後ー部を登場させる。ティール警部は、 テレビドラマ版、セイント天国野郎において、アイバーディーンによって多彩活劇的な人物像として演じられたことでも有名になった。小説版ではやや登場的なキャラクターとして描かれているのに対し、1960年代に放送された、テレビシリーズでは、いかがわしい無能な刑事のキャラクターとなっている。 スコットランドヤードは1953年から1961年の間に制作されたイギリス B 級映画シリーズのタイトルでもある。エドガーラストガーデンに紹介され、各話がノンフィクションの犯罪小説としてドラマ化されて復刻した。マートンパークスタジオで撮影され、ラッセル・ネーピアがダガン警部法役で多くの回に主演した。これに類似のテーマで、 続編となるシリーズ、ザ・スケールズ・オブ・ジャスティスが制作された。コメディーシリーズである、テレビドラマ版、バットマンの中で、イギリスにやってきた、バットマンは、アイルンドヤード、明らかに、スコットランドヤードのパロディーの警官たちに出会っている。ブロードウェイミュージカル、ジキルハイドの第二幕の冒頭、殺人者を捕らえる際に歌われる、事件、事件の歌の中にも、スコットランドヤードが登場する。 イアン・フレミングらによるジェームズ・ボンドの小説及び短編小説シリーズでは、スコットランドヤードで働くロニー・バランス警視官、架空の人物のほか、彼の部下となるガーラ・ブランドも1955年の作品、ムーン・レイ・カー・チューに登場する。1964年のビートルズ主演の映画、ヘルプ。でも、スコットランドヤードの警視性が見られる。劇中でリンゴが保護を求めて、 スコットランドヤードに助けられている。フェビアン・オブ・ザ・ヤードは、刑事を引退したロバート・ファビアンの生涯をもとに、BBC が1954年から1956年の間に制作、放送したテレビドラマシリーズである。このシリーズは、当時まだあまり認知されていなかった、法科学に焦点が置かれている。ファビアンはいつも、各話のエンディングに、仮面を出演していた。 藤田和博の漫画作品黒博物館シリーズは実在するスコットランドヤードの黒博物館がモデルになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。